一応最後なんですけども、はい、あの YouTube のおすすめ方を聞きたいんですけども、はい、今勝間さん2万5000人くらい、はい、で僕今400人ぐらいチャンネル登録者いらっしゃるんですけども、はいはい、まああの YouTube もその一つの仕事として取り組んでいきたいっていうふうに思ってて、はい、まあ今日々動画を上げてるんですけども、はい、その先輩 YouTuber、はい、なんかアドバイスとかをいただきたいなと思うんですが、どういうふうに今後展開していけば、はい、まあこんぐらい伸びるのかなっていうのを。そうですね、まあ、僕自身ももう本当に手探り状態なので、はい、そのアドバイスできる立場じゃないんですけども、まあ、今一応2万5000ぐらいいる中で、お金的な面で言うと、これをなかなかその一つの副業とかっていうふうに考えるには、普通に考えて相当割が悪いっていう、そのつまりかけてる工数が、もしその時エンジニアの仕事をやってたら絶対このぐらい入ってるなっていうのがまず稼げないっていうのがあるので、普通に考えると、お金的な面で考えたら絶対エンジニアの仕事だけをやってた方が得なんですね。ただYouTube をやってると、やっぱり知名度は上がりやすいので、うん、そういう意味で言うと、あのどちらかというと、まあ自分のその、なんていうんですかね、世の中に対する影響力を、強めたり、自分のプレゼンスを高めたいっていう目的でやったりとか、はいはい、あるいはそのバックエンドのビジネスとして、オンラインサロンなりの、また別のものを用意して、そちらへの流入経路として活用するっていう考え方の方が、いいんじゃないかなと思います。これ YouTube 自体で儲けるっていうのは相当なんていうんですかね、敷居が高いので、はいはい、例えば僕の場合でも、あのもし10万ぐらいいったとしても、多分なんですかね、エンジニアとしての時間単価を超えられるのって、本当になんかこう毎日数万ビューぐらいのやつを毎日毎日上げていくっていう感じじゃないと、なるほど、なるほど、多分いかないなっていう感じなんですよね、はいはい、だからそのぐらいやっぱりエンジニアって割のいい仕事だったりするんですけど、だからエンジニアが YouTube をやるときは、多分他の職種の方と比較すると、お金というよりも、はいはい、まあ、本当にその自分のプレゼンスとか、あるいは別のビジネスにつなげていくっていう目的の方がおすすめかなとは思います。なるほど、はい、であとはあのなんですか、ね、登録者様を増やしていくっていうやり方に関して言うと、これはもう僕もはっきり言ってそんなに分かってないんですけど、結局やっぱりそのありそうでなかったものっていうのが、はいはいはい、あのどんなサービスでも基本だと思うので、でありそうでなかったものプラス、あのいわゆるこうニッチとメジャーのいいバランスのところをちょっとついていくっていうのが重要で、ニッチすぎてもやっぱり見てもらえないですし、はいはい、でメジャーすぎるとここもレッドオーシャンっていう感じになるので、まあ最初は誰でもニッチから始めると思うんですけど、はいはいはい、そのニッチのところで、あのつかみつつ、お客様をつかみつつ、徐々に一般的な、もうちょっとこう間口の広いものに変えていくみたいなことをしていこうがいいのかなっていう。なるほどな。例えば僕の動画とかでも、コトリンとかの、はいはい、あの話を、言語のコトリンのやつをやった時とかは、全然 PV 読めなかったんですよね。あ、そうなんですか。はい。だから技術的に、あの、詳細すぎる話をしても、やっぱり伸びないっていうのがあって、はいはいはい、あの、あまり詳細すぎず、まあ、もうちょっとこう、初学者の方でもわかるようなやつとか、よりまあ、その、なんですかね、具体的すぎる話をもうちょっと一般化していくっていう、その一般化するときの薄め方の度合いが結構、はいはい、そこのセンスがちょっと重要になってくるんじゃないかなっていうところですよね。はい、だから、そこら辺はなかなかやっぱりこう難しいところですね。特にエンジニアの場合は、どうしても話がこう技術的に具体的な話になるんですけど、はいはい、ただそれをやっぱり、ただでさえ具体的な話なので、さらにもっと技術的キーワードを突き詰めて話しちゃったりすると、あの離脱率がすごく高くない、わからないっていう感じで、はいはい、なっちゃうので、はい。だなるべくその、ニッチなんだけど、ニッチすぎずっていうところを、やっぱり狙っていくっていうのがいいんじゃないかなという気はしますね。はいはい、はい、はい。そういう意味で言うと、だからキャリアの話とかは比較的一般性が高いので、まあ、見てもらいやすいっていうところもありますし、初学者の方の陥りやすいあのバッドパターンというか、はい、そういうところもなんかバッドプラクティスというか、そういうところもやっぱり比較的見てもらいやすいんですけど、あまり技術的な、難しい話とかは見てもらえないので、そこら辺はやっぱりこう考える必要があるっていうことですかね。だから例えば、ポッドキャストとかだと、あれはもう多分ほとんどエンジニアの人しか聞いてないので、あ、はいはい、ラジオの
そうだよね、ポッドキャストとか、はいはい、あれだとどんなに実績マニアックな話もいいんですけど、はいはい、まあ、あれを YouTube でやっても多分全然 PV 伸びないので、はい、そういうところですよね。だから自分が誰に向けて発信してるのかっていうところのターゲット層でどのくらい薄めるか濃くするかっていうところの、そこをやっぱりよく決めるっていうところが重要かなと思います。あとは編集に関してはまあもうなるべく短くカットカットカットカッ トで、はい、やっていく、でテンポ良くしていく方がやっぱり好まれやすいので、まあ、そういう方がいいかなっていうところですかね。はい、あと、まあ、テロップはやっぱ比較的あった方がいいかと思います。というのは、あの結構音出さないで見てる人が多いんですよね、意外に。そうなんですか。はい、電車の中だったりとかも。だから結構、音なしでも一応ざっと見れるっていう方が、はいはいはい、なんですかね、喜ばれるっていうところはありますね。はい、それはあのなんか YouTube に結構詳しい方も今テロップ入れるのが当然になってきてるみたいなことは聞くので、はい、と、はいはいはい、いうところですかね。はい、なるほど、うん、テロップですね。そうですね、テロップをなるべく細かく入れてあげるといいかなと。で、僕がその原稿その丸読みしてるのはテロップ入れやすいんですよね、原稿先に作っちゃってるんで。で、それをコピペして入れちゃえばテロップになるので、はいはいはい、っていうのもあって最適化して作ってるんですけど。なるほど。はい、編集時間ってどのぐらいかかって、編集は僕結構早いんですよね、2時間かからないぐらいなんで、はいはい、原稿を作るのに 4,5 時間かかるっていう。なるほど、なるほど。そういう感じですね。で、撮影しちゃって編集するのはもう本当にカットして、まあ、原稿のテロップをそのままコピペしてるだけなので、はい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 、結構早くできるっていう、そういう感じですね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、でもたくさんいろんなお話を聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。いえいえ、はい、この辺で終わりにしたいと思います。はい、勝俣健太さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。